ジェームズ・エドワード・アビーはアメリカ合衆国の写真家、フォトジャーナリスト。ジェームズ・エドワード・アビーは1883年にメイン州アルフレッドに生まれた。国際的に活動する写真家としての経歴を最初に開いたのは1910年にワシントン・ポスト紙の移植を受けアメリカ海軍の軍艦の艦隊に同行して、 イングランドやフランスを訪れ写真を撮った16日間の公開であった。その何年も、あと1920年代後半から1930年代にかけて、アビーは若きフォトジャーナリストとしてヨーロッパ各地を旅行し、20世紀初めの不安定な権力闘争の様相を記録し続けた。しかし、 彼の名声を確立したのはニューヨークで撮影した一連の舞台のスターたちの写真であり、後にはニューヨークのみならず、ハリウッド、パリ、ロンドンで1920年代から1930年代を通して撮影された映画界のスターたちの写真であった。スタジオ外で発揮されるアビーの得意な技術は当時の他の写真家たちの追従を許さないものであった。金を稼ぐため、 アビーは自分が撮影した写真をボーグ氏やバニティフェア氏に売り、彼の被写体となった人々はさらに大きな名声を博するようになった。ルドルフ・バレンティノとナターシャ・ランボは1921年撮影。雑誌シャドランド1921年11月号に掲載された映画嵐の孤児の衣装姿のリリアンギッシュとドロシーイニッシュ姉妹。 アビーが撮影した最も有名な肖像写真の中には、共にサイレント映画時代のスターであったルドルフ・バレンティノと、その妻ナターシャ・ランボバの二人が一緒に写った珍しい写真や、リリアン・ギッシュとドロシー・ギッシュの姉妹、舞踏家であるドーリー・スターズやアンナ・パブロワなど、いずれも1920年代に撮影されたものが、含まれている。雑誌の内容の変化を反映して、アビーは、 フォトエッセイの形で作品を発表する最初のフォトジャーナリストの一人となり、ザ・ロンドン・マガジン、ブシやベルリーナー・イラストライルテ・タイトゥング氏などに寄稿するようになった。また、スペイン内戦中やナチス対等期のドイツでも写真を撮り続けた。アビーの娘ティリーは父の人生はいい映画にできるでしょうと語った。1920年代から1930年代にかけて、 アビーは、政治家たち、舞台や、映画のスターたち、つまり、ヒトラー、ムッソリーニ、チャーリー・チャップリン、ジョセフィン・ベイカーなどを取り続け、さらに経歴の中でも、最大の衝撃的な成果として、クレムリンに潜入し、ティリーの言葉によれば、スターリンを騙して、ポーズを取らせることに成功した。その結果、ソビエト連邦の独裁者が微笑む、貴重なスナップショットが撮影された。 このスターリンの肖像写真がスターリン死亡説の噂をさたやみにしたことはよく知られている。父は自分の写真は世界への切符だと言っていましたとティリーは述べている。一つには父がいたので私はダンサーになったの。実は私は父が撮影したダンサーの一人ティリー・ロッシュから名付けられたの。父はバレエが好きで特に好んで撮影していたのは アンナ・パブロワだったわ。父がダンサーたちを好きだったことはよく知っていたし、私にとっては父を喜ばせることはとっても大事なことだったの。アビーは4回結婚し、当人が死去した時点で8人の子供たちが生存していた。最初の結婚を1905年にエロイーズ・ターナーとしたが、彼女は1907年11月に死去してしまった。1909年には、 バージニア州リッチモンド出身の教師であったフィリス・エドワーズと2回目の結婚をし、2人の間には3人の子供たち、1910年生まれのエリザベス、1911年生まれのフィリス、そしてジェームズが生まれた。この2回目の結婚から生まれた息子、ジェームズ・アービー・ジュニアは、1912年生まれで、長じて写真家となり、さらに後には骨董賞となって、 1940年代には、ハーパーズ・バザー氏で働いた。しかし、この結婚は、1922年に、アビーが、撮影現場で、スチル写真を撮り、また撮影に助言を与えるため、ロナルド・コールマンとリリアン・ギッシュの主演で翌年、公開された、映画、ホワイト・シスターのローマやナポリなどイタリアにおける、ロケーション撮影の一行に加わり、 同行した一人に元ジーグフェルド・ホリーズの踊り子、ポリー・プラットがいたことで終わりを告げてしまう。撮影が終了した後、アビーはパリに定住し、ポリーを妻として、さらに三人の子供たちを設け、ペーシェンス・ショロック・アビーが1924年7月22日に生まれ、ついで、リチャード・ W ・アビー、ジョン・アビーが生まれた。1930年代後半、 アビーにとって3回目の結婚であった元ジーグフェルドのオドリコポリーショロックとの結婚生活は離婚に至った。この結婚の破綻後、アビーはアイリーン KB と再婚し、ダンサーでダンス教師のティリーとマリンダ・アッペが生まれた。娘であるティリー・アビーへの2006年のインタビューによれば、父アビーは母アイリーンと出会うまで3回結婚を経験していたといい。 アイリーンと結婚するために3人目の妻と、その3人の子供たちを捨てたという。ティリーが生まれたのは、父が56歳の時であり、おそらく1939年頃のことである。ペーシエンスの不法記事の一つには、遺族にリンガという妹がいると記されていた。アビーの著書、アイフォトグラフロシアは、1934年に出版された。この本には、 アビーが撮影した80点の写真が収録されていた。アビーの写真を集めた、スターズ・オブ・ザ・トゥウエンティーズ・アブザーベド・バイ・ジェームズ・アッペは、メア・リドーン・アーリーが文章を綴り、リリアン・ギッシュが序文を寄せて、1975年に、ロンドンのテイムズ・ド・ハドソンから出版された。同じく、ジェームズ・アッペ・フォートグラファーは、アビー自身のほかブルックス・ジョンソン、 テレンスペッパーの文章を収め、2000年にバージニア州ノーフォークのクライスラー美術館から出版された。ありがとうございます。